クローバーは、血のトリコによる日本の漫画作品。1997年、武家にて、連載が開始された。その後、クッキー、コーラスに移って連載。単行本は、同社のマーガレットコミックスから全24巻が、刊行されている。ここほな2012年8月号より、新シリーズ、クローバーとレファルを連載中である。ホテル会社勤務の OL。 鞘を中心に恋愛、家族、仕事など様々な問題を扱っている。2014年3月、映画化が決定し、同年11月1日に公開された。ホテル東洋に勤務する鈴木鞘は、ドジで恋愛経験も鮮やを終える。そんな彼女の上司となったのは、美形だが、厳格なエリート社員、告げ明。鞘は、ミスの連続でいつも告げに叱られてばかり。 そんなある日、いきなり告げから交際を申し込まれる。2014年11月1日公開された、日本映画、主演は、竹井咲。全国298スクリーンで公開され、2014年11月1、2日の初日2日間で、公衆1億7056万1100円、動員14万6563人になり、 映画観客動員ランキングで初登場第2位となった。2016年3月9日の26時8分に TBS で地上波初放送された。毎日新聞デジタル。竹井咲人気漫画、クローバー実写化で主演ツンデレ上司に大倉忠義。2014年3月13日閲覧。キネマ順法2015年3月下旬映画業界決算特別5、GO。 90ページ。竹井咲主演で、クローバー映画化。患者に大倉忠義とオフィスラブ。映画 .com。2017年10月14日閲覧。エクスペンダブルズ3が初登場1位。3ヶ月半ぶりのトップ洋画に。映画週末興行成績。シネマトゥゲー。2017年5月13日閲覧。 TV ステーション関東版2016年5号66ページありがとうございます